はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は2月4日日曜日、時刻は12時36分です、ね、また2本目の動画をアップして、皆さんのコメントを読んで、あとは調べ物をしてまとめて動画を撮ってますね、元気なおじいにはねプライベートでのんびりしている時間はね1秒もありませんね。で、食べる時間もね惜しいんで、もぐもぐ食べながらやってたらね、昨日もまた怒られたしね消したけどね、本当ね、プライベート時間はないね、全部このジャルキに関するものにながらでやってるから、すべてのことね、お風呂とうんこしっこ以外はね全部ながらでやってるからね。はい、そんなわけで、今回はこれです、ね、昨日は JAL 機の元機長がそのいかに状況に応じて安全を排除してでも周りを気にしてね、行くんだ、安全は二の次なんだ、ね、空港の忙しさ、他の順番も気にしながら、ね、安全なんかいらないんだ、ね、お客の命のことなんか関係ないんだ、ね、安全確認よりも飛び立つのがあれなんだ、そんなところで安全確認なんかしてるなんて異常なんだ、うちの JAL 機会社では日本航空はそんなことはしないぞ、そんな国家公務員バカみたいに安全確認なんかしてるからグズグズしてるんだ、安全確認なんかしてるんじゃないよ、とっとと行けよ、ね、いかに日本航空が危ない考えの機長を雇っていたかっていうのがバレたと思います。そして今回は国土交通省が国民に向けて出している情報が墓穴を掘ってるんです。実はね、いろんなもみ消しとかね、印象操作によってその排除された部分で、普通に冷静にね、今度は考えてましょう。またちょっと角度を変えます。この動画を見ている皆さんはインターネットを使って、そして、発射られた無線がああではないかこうではないか、アマチュア無線のやつをねから判断したりとか、あとはその前のグランドとのね、通信のやり取りね、いろんな有志たちがアップしているので、その内容を聞きながら、その公開されたグランドのね内容につなげていきながら推理している人がほとんどだと思います。しかしテレビを見ているおじいちゃんおばあちゃん、要は今までの昭和の時代の国民たちはどういうふうにして情報を取っているのか、これから今から見せるものの内容が全てなんです。で、今回の内容は発射られている、あくまでも国が国民に向けて発表した内容で、こうなんでしょって元に考えているので、事実関係とは違うことを、事実関係とは違うというよりも事実関係の一部のつまみ食いなので、実際のことの起こりとは違うということを責任前提して言っておきます。これ言わないとまた冷やし捉えるから、ものすごくいろんな人からね、もうめんどくさいんだよ、言いたいことを先に早く入りたいのに、いろんなこと言ってからね、うじぎぎうじぎぎ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 ぎってかってね言うからね。おいで、国土交通省が日本国民に向けて正式発表した内容というのは、一番最初に降りてくる JAL 機の516便、そしてその次に降りてくる JAL の166便、両機に対して、離陸機がありますということを伝えているんです。でね、これが2月2日の、ね、内容で、羽田衝突事故1ヶ月、元 JAL 機長が更新記録を分析して見えたこと、もう、1ヶ月以上いろんなテレビでいっぱい分析したから言いたいこと言ってたろ、わざわざこんな改めて言わないって本当に。で、1ヶ月を迎える、ね、事故直前の両機を含む離着陸機が管制官と管制官更新記録を分析すると、どのようなことが見えてくるのだろう。
元ジャル元機長のね、これ八田さん八田さんわかんないけどね、ゲを探ったっていうね。それでメディアはどこまでグランドの内容に触れてるかおじいは知らないけどね、国土交通省が正式に発表したもの以外は触れないのが基本じゃないのメディアって。で、海保機は JAL 機の着陸を知らなかったのでしょうか。いい、知らなかったと思います。管制官は44分56秒に JAL 機に、着陸許可を出し、 JAL 機は45分1秒に指示を復唱して交信は終わりました。一方、海保機は管制官と交信を始めたのは45分11秒です。通常は交信を始める直前に無線の周波数を合わせますから、10秒前に交信が終わっていた JAL 機の交信内容は聞いていなかったと思います。ただし聞いていなかったとしても、海保機が滑走路に侵入する際には着陸機がいないかを目視で確認したはずです。走行中で確認位置からは見つけられなかったのか、優遇されていると思いがあり、しっかり確認したかったのか、遠くの影響を受けない位置にいると思ったのか、あるいはまた隣の滑走路への侵入機と見誤ったのか、目視でも気がつけなかったのでしょう。で、これは今まで皆さんがね、あたつじゃないか、こうたつじゃないかっていうのをね、これは全部入ってると思います。で、海保機はなぜ、離陸許可を得ていたと思ったのでしょうか。なぜ滑走路に侵入後40秒も待機していたのでしょうか。で、この質問がメディアのバカなところなんだよ。だ、海保機が40秒なんで停止していたかっていうのは、海上保安庁に取材をすれば一発でわかるでしょ。そう思わない。JAL 機から見た滑走路の状況とかね、ね、そういった JAL 516便に等しい大きなものまでね、操縦してる人が、JAL 機のね、車速に沿って、ルールに基づいてやってきたことを経験から踏まえて、その内容について語るのはいいけれども、ね、海上保安庁の内容を、どこまで知ってるんだ。そこなんだよ、ね、やたら想像を知ったかで言ってるのは、お前の会社と違うだろう。で、海保機は管制官との交信を終えた後、同じ周波数の無線から聞こえてくる交信内容を聞いていたはずです。具体的に言うと、 JAL 機の次に着陸予定だった高速の民間機と管制官との交信です。この民間機に対し、管制官は JAL 機と民間機の間に出発機があると伝えて減速を指示しています。出発機は海保機のことです。で、これを言うならば、ちょっとおじいが余分なものを挟むけど、グランドの通信の時に、聞いてる内容とかもあるよね。あっち向かいこっち向かいっていうのがね。だから、そのグランドの時に、当然ながらグランドに下げてる時に、その同じグランドの通信で、じゃあ CC に向かってとかってね、そういうものも聞いてるわけでしょ、ね。CC っていうか、それはタワーの役目だから、そっちに向かってくれってね、ユードロの方に行けとか、ね、そういったものを聞いてるわけでしょ。順番的に自分より前を走ってるわけだから、同じ C 滑走路のそっちを自分より前を行ってるわけだから、自分より前の更新なんだから、自分がグランドに仕上げた時には当然それを喋ってるわけだから、聞いてるわけだよね、それをね。で、しかし着陸予定の JAL 機の存在を知らない海保機は、これあくまでもタワーとの更新しかないわけだね。航続へのさらなる最低侵入速度への減速指示を聞いたことで、自分たちは離陸の許可を待って滑走路上で待機していたが、管制官から何も言ってこなかったのは、すでに離陸許可も得ていたのだ。自分たちが早く離陸しないと後が詰まってしまうと思い、航続機の着陸前に急いで離陸しようとしたのではないかとも思われます。
で、おじいはこれ、はっと思ったのは、ちょっと忘れないように小さくに言うけども、シミュレーション、ね、シミュレーション、忘れちゃうから先に言っとくけども、介護機がおじいの頭の中の記憶では、この飼育滑走路がこうやってやって、で、こうね、ここの C5 があって、で、この誘導路、ね、誘導路上にいますで、で、介護機がこっからこうやって向かって、ここの時に行く時に、正確な位置かどうかわからないけれども、おじいが一番最初、視聴者さんからのコメントで聞いたのはね、ここら辺の位置で、ね、ここら辺の位置からこう来るけど、なんだっけ、ユードル上だっか、なんだっけ、揚げ足取られるけどもね、ここに曲がった、ここら辺のところで、今なんとか上ですっていうね、言ってると思うんだよ。で、こっから、無線のね、ノンストップのやつを見ると、この次の16、ここでね、ここのところでここにいますよね。おはよう、あなたはナンバーワン、こっちに、ここに向かってくださいの更新が、まあ、終わるまでにどこら辺まで進行しているのか。で、その後に166に対しての減速とかね、着陸がありますよ、聞いてるはずなので、明らかに、この更新が終わった後に、こっちに向かいなさいで、で、ここに来るまでの間に、さらに追い打ちで着陸機がありますっていうのを聞かされてるはずなんだよ。この、タイミングで、解放機が、止まったここの場所があって、ここで40秒止まってるわけで、で、こっから中に入るまで、ここに20秒あるわけで、合計60秒あるわけです、これが。で、この60秒以内に、その更新があったら、もう先にここ抜けてるってことであって、60秒よりもっと間隔がある手前で言っていたら、それはその指示の後に向かっていく途中で、160秒にね、着陸機がありますっていうね、そういうのを伝えてるので、ああ俺だなってわかるわけでしょ。で、これがね、これが、よいしょ、ね、この国土交通省のこの交通記録のこのやり取りなんだけども、これが一般の公開されている内容で、タワーの内容しか公開されてないんです。それで、この内容を、聞いてない。解放機は聞いてない。よくね、ここ重要なところだよ。これは国土交通省が発表した内容をメディアが全部伝えた、この内容、これが全部です。で、これを見て国土交通省が大きなミスを犯してます。国民に対して印象操作をしたのが墓穴を掘ってるんです。最初に言ったように、見る角度を変えてこの内容、国土交通省が国民に発表した内容を見るとこうだよねという動画です。これはややこしくなる人はこの動画見ないでください。そこが理解できない人は見ないでください。話がこんがらがるから。で、国土交通省発表の内容は、まずは17時43分から17時43分12秒までにかけて、その516便との交信をタワーが行っているんです。
で、これは解放機は聞いていない内容になります。E。東京タワー、JAL516、スポット18です。で、東京タワー、こんばんは。滑走路 34R、ね。東京タワーに一心にお継続してください。ね、風何乗って出発機があります。JAL の516便に対して出発機があります。これを伝えてるんです。で、516便は、ね、滑走路 34R に進入を継続します。で、これが聞いてないんで、ここ。で、一番最初に、ネットの中でも、ものすごくね、騒いだのは、こっからスタートしたよね。516便に対して、出発機がありますと伝えてるよね。ここを大騒ぎしたんです。で、その時に、すでにシーカストロ上に待機してる、ね、なんちゃらがいて、で、それがブーンって行くんだけど、それに対しての出発機であるっていうのはね、この動画を見てる皆さんは知ってるんだよ。でも、新聞とか、テレビを見てるおじいちゃんおばあちゃんは、親って思うんだよ。ネットを見てる、こういうのにかじりついてる人は分かる。情報を探ってるから。でも、国民は、多くの国民、じいちゃんばあちゃんは知らないんです。出発機があるって言ってるから、やっぱり解放先に行かせようと思ったんじゃないの、ね、そうなるわけです。それで、JAL 機は、なんて言った、ね、離陸許可を聞いてないって言ったでしょ。離陸許可を聞いていない。それで、この流れから見ると、ね、ここに、JAL516 便に対して、ね、出発機があるよ。でも進入を継続してね。って言ってるんだよ。出発機があるのに進入を継続してと言ってるの。そうでしょ。そしてその後にね、DAL276 ね、東京タワー誘導路上 C にいます。停止位置に向かっていますね。これは停止位置、これがあれ、これがあれだっか、これじゃないか。本来は C5 に向かっていたのに C1 に変更されたっての。違った。で、誘導路上ね、C にいます。だ先に、ね、こっちの方がタワーと更新している。で、停止位置に向かってます。で、こんばんは、滑走路停止位置、C1 に走行してください。ね、C1 に向かいますよ。で、だからこれは C5 に向かってるわけではなかったかもしれない。ね。それで、ここだね。次ね。その後、17時44分、で東京タワーからね、JAL516 便時刻に達して、滑走路 34R、着陸支障なし、って伝えてるよね。で、その後、45分1秒にね、着陸支障なし、ね、復唱している。だから、JAL 機は、ね、安全だって言ったから降りたのにって言ってるわけでしょ。事故が起きたのはだって48分頃だから、この3分後だから、ね、それでその直後に、ね、この45分1秒でその後の、ね、45分11秒、ね、タワーね、解放機ね、タワー J72AC 誘導路上です。ね、で、たら、こんばんは、ね、1番目、C5 上の滑走路停止位置まで調査をご紹介、ね、C5 に向かいます、1番目ありがとうってね、これが始まったわけです。だその前のやつはないよってことなんだね。それで、はい、その後45分40秒で、JAL179 便、滑走路停止位置 C1 で走行していますね、あなたは3番目だよ、ね、あなたは3番目、ね、
で新地向かいます、ね、こうなってるんだよね。45分40秒です。そして45分56秒にここから問題のね166、156便の後ろに対してね、スポット21はね、東京タワーこんばんは、2番目の着陸ね、滑車路、車がある親友ね、継続してくださいね、減速してくださいね、これをおっしゃられました。これ 2番目ね、516に続いて2番目、これは166便は把握している。だってその着陸516便に対して着陸があります。でそのまま着陸順ね、してくださいって言われて、それを聞いてる。であなたは2番目、これは納得している。で160はね、160ノットをね計測しますでしょ。で、進入速度を減速してくれってね。でここで無言で、ここは47分27秒で事故が起きたのが48分頃なんで、この3秒間無言になった、30秒まで27秒からでも衝突したのは30秒後なんです。何度でも言います、衝突したのはこの無言の30秒後なんです。30秒後、30秒っていうと解放機が止まってまだ10秒経った時なんです。滑走路に誤進入して止まるまでが20秒、赤いのがピコピコしてます。でそこから停止して10秒、つまり30秒間ピコピコなってる。それ30秒の時に3秒無言になるんです。で国土交通省の発表はここで終わるんです。事故が起きたのは48分頃なんです。でここに対する、ね、516便に言った出発機がありますっていうのの出発機があるのに、テイクオフの無線がないよね、出発機があるのに。でそれがないっていうことはね、離陸してくださいっていうね、離陸を許可しますっていう、そういうやり取りがないじゃん。ないんだよ。回復機に対しての離陸許可も書いてないけども、離陸機がありますの離陸許可もね、ない。それをね、入れるべきなんだよ。で、それが分かってるのは、これを見てる人は、100% 分かってるでしょ。でも国土交通省の国民に向けた発表はこうなので、出発機があるのに出発機ね、じゃ出発機がいるからぶつかるのは当たり前じゃんって、そうならない。国土交通省が国民に提示して示している内容だと、両方に出発機があるって言っているのに、両方とも離陸許可の無線を発表してないんです。別々の機体に対して言ってるって分かってるのはこれを見てる人だけなんです。ネットを見てる人だけ、テレビの前で見てるじいちゃんばあちゃんとか新聞見てるじいちゃんばあちゃんはそんなことは知らないんです。書いてないもん。で何があったのか、ここに書いてあることしかわからない。その前の無線のことも聞いていない。アマチュア無線の同士の集めたアナログのその音声も聞いてはいない。そういうことでしょ、ね、ちょっと露出上げないと今日は天気悪いから暗い、これぐらいじゃないと飛んじゃうから。そういうことでしょ。
なのでやっぱり国土交通省のこの発表したものっていうのは国民に対してちゃんと示しがついていない、説明になっていない、おかしいことだらけ、矛盾だらけなんだよ。でここにいる出発機がここのところで何時何分ね、この出発機は何便でね、すでに離陸許可を受けて待機中とか、そういう補足があって、でここのところでこれが飛んでいって滑走路が開くとかって、そういうのがないとわからない。でしかもこのね17時43分の段階で出発機がありますってなってるでしょ。でおじいが過去の動画に出したそのアニメーションを出しながら、こっち側の画面で、羽田のところにこう向かってくる、なんかピッ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 ってくる画面があって、でここが滑走路のアルシャインを分離して、でいろんな飛行機がビッビッビッって置いて見たでしょ、あれを。であれを見てる人はここにこうやっていて、で着陸機ありますってね、516便に言ってて、で明かりがあって、でその後もしビビってあったらビューンって飛んでいくって、そのアニメーション見てるでしょ、ね、で見てる人は分かるけども、国民に対して国土交通省の説明ではそんなもの出してないわけでしょ。でそのね、そのアニメーションを見てる人はね、どこから出発してったんかな、どこの滑走路から出てったんだろう、そのなんとか便のね、もともと出発機やりましたよって言ったらビヨンって言ったのが。でその出てったあのアニメーション見てる人はビヨンって言ってから、こうやって来たタイミングってのが分かってるけども、そういったものがないと、この解放機がここに来てこうやってで見たときにね、少なからずともうビューンっているのがまだいたらわかるわけだよね。あれ なんか見えないみたいな感じで、なんかポツンぐらいで見えるはずだよね。でしょ。なのでね、そのタイミングの後っていうのはアニメーション見てる人はわかると思うんだけど、国民的にはねわからないんだよ。で一番重要なのはそのここだね、166便に対するその離陸機がありますっていう無線を解放機が聞いたのはどの段階なのかっていうと、この停止線の手前で聞いてるはずなんだよ、無線のタイミングから言うと。これがね、これだね、45分11秒で、で、向かいましたが45分19秒から45分56秒に出発機ありを聞いてるので、19秒で言ったから29、39、50、55、56だから37秒ブーッと進んでいる。37秒っていうことは滑走路進入からぶつかるまでが60秒なんで、48秒から6秒で47だから47分00秒前だから、まだまだ全然手前だね。だから滑走路に進入するまだ1分ぐらい前の段階でこれを聞いてるんだよ。そうするとこれね、おそらくなんだけど新誘導路上で聞いてるよね。カクンと曲がってこの間ではなくてこの手前で聞いてるよね、曲がる前に。
そうだよね。なのでこれをね、普通に考えるとやっぱりね、問題となったのは着陸機がありますっていうのがね、じゃない、出発機がありっていうね、166便に対しての推しで、おお俺先だよねっていうね。確かに516便の存在を知らないわけだから。でも出発機がありっていう、でここのところで C5 のたまり場の方までね、待機場所に地上走行しようって言われて復唱してるのはその C5 に向かいますなわけなんで、でローリングテイクオフを C5 からインターセクチャーデパーチャーでね、インターラインインターセクションセクチャーなんかデパーチャーで、ローリングスタートでっていう、この2つの合わせ技で要請していて、それを許可しますと言ったのならば、じゃあ C5 ルートで行ってもいいよっていうことなんで、中に入るってことは考えられるんだけども、その要請に対して許可しますっていうね、その許可、さっき視聴者さんがね、一人いたんだけど、ちょっと待ってて、すぐスクショしてくるよ。さっき誰かに言ってたんだよな。どっかで見たさっき新しいコメントで、これだ。ユウさんだ。これね、さっきこれまた別にしようかなと思ったんだけど、まあ、すでにおじいがね、前回動画でまとめてるんだけど、これね、おじい様こんにちは。コメント取り上げていただいたものです。このコメントは、解放基地を守れの動画を込めてコメントしたものでね、ウンチャーテイクオフは管制官が通常のクリアフォアテイクオフを発していない、音声記録なしということです。で別で、離陸許可があった説、グランドで、離陸許可を得たとかも考えられますねということで、この件に関しては、確か前にもう終わってることなんだよね。これどういうことかというと、グランドは離着陸の指示の権限を持っていないんです。これ。タワーしか権限を持っていないんです。これね。これ、結構何度も何度も出てるんだけど、権限がない。ね、で、要は、このね、あれ、ウィンドウ視点は本当に使いにくいな。タワーとグランドがあって、で、この境界線があるわけで、で、このグランドっていうのは、これ地上走行の、要は地上の、地上走行の、要はタワーがこれ滑走路ね、で、離着陸の許可、この権限を持ってるんです。でこれが、誘導路上、厳密に言うと、この誘導路があって、この誘導路ぐらいから、ここら辺に来たら、滑走路と直結してる場所なんで、ここら辺からバトンタッチして、この誘導路にいる、この辺で、はい、じゃああなたはどこに行って、はい、あなたはここに行ってって、こうやって、こっから指示をして、
で、あの離陸とか大気とかで、その交通整理の権限、要は実際に空の交通整理、ね、滑走路と空の交通整理、そこの接続するまでの部分を受け持っているのがタワーの役目なんです。権限を持っているんです。で、グランドっていうのはあくまでもここまでのラインで、この誘導路上ね、こっち、ね、向かってくださいっていうね、このグランドの役目は、ここに行くまでの間に、滑走路をね、渡らなきゃなんない、こっちから来て、ちょっと待って、ね、で、行ったらね、はい、進入許可しますで、ね、こう渡ってっていうね、この海保の機長も、ここの C5 のね、この誘導路に行くまでには、グランドの指示、そしてその前の切り替えまでそこの指示、いろんな指示をしっかりと聞いて、行け、止まれ、ね、この命令を繰り返して、ここまでたどり着いてるんです。しっかりと。なので、ここまでの、この滑走路に接続する部分、そして滑走路、そして空、ここの役割がタワーの権限なんです。なので、タワーは切り替える前のグランドのところで、あんたちょっとこっちの誘導路に向かってきなさいよとかね、直接にこっちにいるエリアの人に対して呼びかけることもないし、聞くこともないし、ね、ないんです。とにかく。で、このグランドが、あんた海保さん、じゃあ、何、4、5からロリングスタートで、ね、行きたいの、じゃあいいよ、私が許可するからって、このタワーのこの受け持ちの権限を無視して、じゃあ私が許可するから行ってもいいよ、連絡したくてもいいよ、まあ私がいいっつったらいいんだから、あんた何してんだって言ったらね、私が許可、グランドが許可してくれたって言えばいいから、行っちゃってって。こんなことってあると思う？で、何のために役割分担があるのっていうね、なのでそのグランドはあくまでもここまでの交通整理なんです。この実際の飛ぶ滑走路、実際に飛ぶ滑走路までのその離着陸の指示を行うタワーにつなげるまでの、ここのバトンタッチ、要はこのグランドで言ったらね、グランドをこうやってさ、かけっこするときにこのスタートラインがあるわけじゃん。で、この時にバトンを渡せる位置ってさ、こっからここまでの間にバトンを渡すってあるじゃん、ね、これが要はだから誘導路、ね、準備ができたら行ってたりとかね、現在誘導路上ってね、だから今誘導路入りましたってね、でそこからここのエリア、ね、バトンを渡せるこのエリアまで、ね、ここが境界線なんです、大体でしょ。おじいはこの1ヶ月でそう理解したんだけど、ね、だからタワーの受け持ちとグランドの受け持ちとね、どっち方向に向かってて、じゃあどのルートで、どの誘導路上にね、どの滑走路上に、じゃあどうやって向かってくれっていうのがグランドの役目なんで、ね、権限はそこまでしかないんですだから、ね、なのでそのおじいが昨日の動画でも言ったんだけども、グランドの内容が、ね、出てこないんだけども、そのグランドとのやり取りで解放機が C5 から、ね、行きたい、もしくはローリングテーブルでそのまま行きたいとかね、そういう要望があったとしても権限のない人に要望を言ってるだけで、C5 から行きたいんだっていう要望は希望として伝えるね、それを引き継がれてる隣同士で無線聞きながらね、そこを聞けるわけだからね、そんな感じでやってると思うんだよね。だからこのグランドで、離陸許可を得たとか考えれますよねっていうのも一番真っ先にみんな出てきたわけで、グランドの方でもう許可取ったんじゃないのっていう、でおじいがそこをクローズアップした時に、そういった マニアックな人たちからね、権限を持ってない、ね、権限を持っていない、だからグランドは準備ができたらタワーに連絡してねって言ったわけじゃん。
でしょ、一般公開されてないけど、なのでね、ここのところの、グランドの方で許可があったんでしょっていうのは、これは常識的に言うと消えるんです。でなかったとは言えない、でもあったとしたら大問題なんです。わかる、あったとしたら大問題なんです、ね、これが分かりやすく言うとこういうことなんだよ。例えばね、デパートってあるじゃん、デパート、デパートってまあそのデパートが全部やってる場合があるけども、多分楽天市場みたいな感じのデパートってあるじゃん。おじいも一回行ったことがあるね、109ね、渋谷109とかね、おいおいではないね、丸い丸いとかね、こういうのがあるじゃん。そうすると例えば1階にユニクロがあって、で例えば2階にじゃあマックがあって、で3階に、なんかおもちゃ屋さんがあってってね、で4階に食べ物屋さんがあってってね、そうでしょ。でこの食べ物屋さんは食べ物屋さんのお店があって、このお店の店長さんがいて権限を持っている、この おもちゃ屋さんの、ね、責任者がいて権限を持っている、マックはマックの権限がいる、ユニクロはユニクロの権限、ね、権限がいるね。でこのビルのガードマンが、ね、お客さんに、ね、あ、今お店終わっちゃったけど今マックに忘れ物しちゃったんで、ちょっと中入って、ね、ちょっと取ってきたんだけどいいってね、あ、それしょうがないね、あ、いいよっつって、ね、いいよっつって、ありがとうっつってマックの中に、ね、ガラガラって、ね、入ってね、あったあったあったって、ね、ピーピカピピピピピピってなってね、ってこうやってきてね、どうしたのってね、いやマックに忘れ物したんで中入ってないで、不法侵入よそれはってね、お店の許可得たのってね、ここの109のね、警備員さんに言ったらね、警備員さんがいいよって言って、警備員さんがいいよっつったって、これ警備員さんはお店の人じゃないわけでしょっつってね、警備がいいっつったって、このお店に許可取ってなかったら欲しいんでしょうっつって、っつってなるじゃん。触る？伝わんない。権限のない人にいいって言ってね、とてもいいって言っても、ああいいよっつってね、権限がない人に言って、権限のない人からもらってもそれは許されないことなんです。で、それをしない。だから、基本的に、仕事から行きたいっていうのはね、で、から急いで行きたい、優先的に行きたい、いろいろ前を走ってるけど、こっから僕行けるから、短い距離で行けるから、こっから行きたいんだよ、って言ったね。ああ、じゃあ、こっち側のね、じゃあ、C カ所の、ね、じゃあ、こっちの誘導の方向かっていって、って。で準備ができたら、じゃあタワーの方に、ね、連絡してって感じで、ね、だどうせ海保とか自衛隊とかしてたら、ね、特別なあれだから ね、うん、ね、海保、ね、仕事希望してるよってピッとね、うん、あ、了解了解みたいな感じでね、あ、こんばんはこんばんは、おはよう、あんたナンバーワン、仕事向かってってね、ありがとうみたいなね、こんな感じでしょ、ね、隣同士でグランドタワーがね。でも権限は権限なんです。なので、このね、お国のやり取りが正式に発表したこの内容、ね、このタワーとのやり取りが全てなんです。だから、そのグランドとのやり取りをなんで出さないんだっていうと、権限が何もないからなんです。ここから入ってきてからのお話なんです。
そうでしょう、ね、なので、あくまでもここに出てくる登場はタワーとのやり取りしかないわけで、このタワーとのやり取りの中で、ねね、ここで、この C5 上の滑走路定置位置まで地上走行してください。これ、この C5 に関してはね、何度も何度も言うけれども、解放機からの要請をタワーにしてそれを受け入れるか、もしくはこれタワーから言い出していることなんで、 C5 から行けますけどどうしますか、 C5 からでいいですかって、了解 C5 から行けますっていう確認をしないといけないルールになってるんです。 C4 からです。 C1、C2、C3 はそれはいらないんです。タワーからあなた C さんからって言われたら了解ってそのまんま指示に従って、でも C4 からは、ね、必ず確認が必要なんです。そういう場所 C4、C5、C6、C7、C8、 この5つは必ず確認が必要なんです。この記録が残ってないというのは問題があるんです。国土交通省管制官の業務に、何つった？え？おじいが分かるように説明して。管制官の業務に、何？何？何？何つった？管制官の業務が何つったの？ねえ、お大臣様。おじい納得できるように説明して。これ、メディアが取り上げてたよ。おじいもその記事取り上げたよ。ということで、ね、国民に対してこの着陸機あり、ね、この着陸機の存在が国民に伝えてないわけだから、この出発機、着陸機は出発機だ、ね、この出発機、この出発機は回復のことだったんだろうってね、そう思わせてるよ。これを見た皆さん、いろんな情報を見ちゃってるから、ああ、これはやりのことだよって言うけども、いい？頭を真っさらにして見てごらん。この内容から見ると、516便に対して出発機がありますと言ってる内容を国民に伝えてるんです。これを見た国民が、じゃあ解放機が先ってことじゃんか。そう思わせる内容でしょ。思わせぶりだったんでしょ。違う？そうでしょ。国土交通省が出したこの内容が国民に対してそう思わせる内容だったんでしょ。本当は解放機のことではないのに、解放機だと誰もが思っちゃうような内容で伝えたんじゃないの？これって勘違いをした国民が悪いの？ねえ、勝手に解放機のことだって思った国民が悪いの？え？それとも解放機だって思わせるようなその部分しか出してない、説明がしていない国土交通省が悪いの？どっちだと思うよ？ねえ、どっちだと思う？ん？解放機だと勘違いして国民が悪いんですか？国民がこれ解放機じゃないのって思うってことは必ず原因があるんです。何かピンときた人はいませんか？解放機の機長が
勘違いして入っちゃったんだね。なんで勘違いしちゃったの？何が原因で勘違いしちゃったの？何？何？更新内容かな？無線内容かな？それは誰が言ってたの？ってことに従うでしょ？国民がこれ解放権待機しないと思ったら誰が悪いの？国土交通省がこの内容で出したからそう思わせぶりしたんでしょ？違う？昨日投稿してくれた人でさ、すれ違いのね、女子高生がソフトクリーム持ってたらすれ違いざまにペロって食べちゃうっていう人がいたでしょ？ね、こいつ俺のことね、惚れたな、食べてって出したから僕は食べたんだよってね。違うでしょう。すれ違いざまにたまたま風が吹いて、あの目にほこりが入ってうわってなった時にうわってなって目の前に来ちゃっただけでしょってね。ね、いやあのなんかこっちの方見てなんかあの女子高生だから、いやもう直接見れなくてもう照れちゃう、恥ずかしい、思春期で恥ずかしいから、あ恥ずかしい、でも人見知りねみたいな、ね、こうやって出したと思ったから食べたんだよって、そんなことあるわけないじゃないか、ね、なんで食べてと思わせぶりな態度でウィンクしてこう出したからって、ウィンクなんかするわけないじゃないか、だってそう思わせぶり言ったから。だから国土交通省は国民に対してね、こうやって思い込むようにね、そういうものを出しておいて、じゃあ国土交通省はどんな責任を取るんだい？国民がみんなこんだけかね、これは海保のことじゃないよ、あの出発機がありますわ、これは海保じゃないよってね、みんなこう思ったじゃないか、あの責任取れ、今すぐやめねえってならないの？ねえ、重要なことだよ。何がきっかけ？国土交通省が発表した内容がきっかけでしょ？じゃあ機長は何で間違えたの？何がきっかけなの？だからどう考えても、あの自分のことは棚に上げてるっていうことがここから見えるんです。国土交通省は自分のことは棚に上げてる、僕のしていることは間違いがないけれども、海保の機長は間違ったんだよって言ってるんじゃないの？違うの？ということなんです、ね、だから国土交通省の発表した更新内容をね、頭を真っさらにしてよく見てみてください。不思議だなと思います。であと追求しなきゃならないのは、あのここなんです。ここで無線をね、どちらが押したかわからないけれども、そのこれは国土交通省が発表したんで、そのあの管制官の記録からで、3秒間無言は誰が無言なのかわからないんだよね。で47分27秒で衝突したのは48分なんで、だ30秒以上手前で無言になってる。でこれってなんで衝突までの無線がないのか、そこのところに重大なものがあると思うんだよ。で今出てる内容だと、衝突しても何があったのか気がついてなかった管制官、何があったの？133便だから、なんか燃えてるっすけど、燃えてるっすよ、で、あー、
あ、なんかあの何やったんですか、乗客に説明しかならないで、ね、日本語であれだけどってね、あなんか燃えてるみたいっすよ、なんか火災みたいっす、なんかわかんないけどとりあえず全部閉鎖しまーす、ね、しばらく待機、繋がらないんだよ、これはね、繋がらない、うん、なのでこんなに早いもんで、あと直前の内容なんで公開しないの、事故発生の33秒前イコール解放機が停止して10秒経過の時点です、明らかに分かっていた。で、明らかに分かっているし、その後に燃えてるよっていうね、第一報が米滑走路からね、来てたけれども、133便だっけ、何便だっけ、ね、米滑走路から C 滑走路が燃えてるのが見えるから、ね、燃えてるよって言って、ね、同じタワーの人だから。でその間に、燃える前に何かあるんじゃないのっていう。ねえ。で、あともしくは、C1 に向かっていってるのが、2機か3機ぐらいいるんだよ。解放機の前に。で、何かを見たとしたら、何かを報告しようとしていたら、なんか火曜、なんか火曜日入ってるっすよって、えっつって、ね、こちらピッピッってだんだんランディングライトがブワーって来てね、シーツとかで困ってるわけでしょ、ね、あれが行ってから、あれ、ええね、カトちゃんの二度見なんじゃないの、あ、来た、516便、ね、この後で、ね、次は圧縮回復、みたいな感じで、って感じで、違う？で、あーってこうやってやったんじゃないの？違う？入ってるっすよみたいな感じで、で、それがバレたら、後から叩かれるから、とりあえず、なしの無言ってことで。もしくは、あ、ピッ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 、押した、あ、なんだよ、このあっていうのは。いや、これ見て入ってて、もうここに来てるんで、もう30秒手前に分かったの？でもうゴアラウンドできないし、止まってるんで出せないし、もう30秒前なんでパニックになりました。しょうがないな、でも君のお父さんにはいろいろお世話になってるし、じゃあここは任しておきなさい、ね、で君は何もしない、ね、師匠使って、そこのみんな見てなかった、いいね、見なかったよね、ないよね、でほら消去して、消去して、設備の故障でも何でもいいから消す、いい、ね、で作動していた、気がつかなかった、いい、いいね、いいね、いいね、ストップアライトメンテナンス中ね、任せておきなさい。
はい、そんなわけでね、いろんな闇が隠れていそうな感じがする、ね、怖いね怖いね本当ね、うん、はい、そんなわけで今回の内容の意味が分かる人、ね、国土交通省は思わせぶりなことを国民に出して国民にいっぱい勘違いさせているのに、解放機長はお前が勝手に勘違いしたんだっていうのはおかしいんじゃないの、自分でボケ損ってんじゃないのっていう お話でした。終わりです。これに関して皆さんの率直な意見、おじいそれはないよ、機長は間違えちゃったわけだし、ね、国土交通省だってそんな国民を騙そうとして国を出したわけじゃないし、いくらなんでもそれは権限すぎだよとかってね、工作員のコメントが来るかもしれないし、ね、はい、そんなわけで終わります。またね、バイバイ。おじい、おじいね、これ早く止まる、これ早く止めなきゃならないんだよ動画ね。昨日もさ、これ早く動画作らないのサウンドバーお願い、やらないことあるからね、少しお時間ください、ね、はい、終わります。じゃあね。